ミク体だけ触るんだよ。目に指輪入れたあかんよ。あ、ダメ、優しく優しく優しくだよ。目に指入れたあかんって。エースと目線を合わせて喋るのはいいことや。ミク、エースあっちっつんたがほら。こんにちは。今日はバレンチーノと一緒に美容室に行ってきます。それではまた。バレンチーノ、髪の毛長くなってきてから髪の毛切れよね。わー、鳥いるね。髪の毛切ってもらってるよ。暑いからすっきりするね。行く、こっち見て。ママの方見る。よかったね、終わったね。終わったよ。ウサギいっぱいいるね。ママ読む？ママ読む？歩いてみて、メイ君、歩く。で、バレンチーノはまだ歩きたくないみたいで、足を引きずって歩いています。メイ君、お家帰ろう。パパに会いに行く。エースに会いに行く。いちご食べる。いちご食べような。じゃあお家帰ろう。今美容室の帰りにバレンチーノと一緒に図書館に来ています。で、今からスーパーに行ってお昼を食べていきたいと思います。それではまた。バイバーイ。え？これがさっきフランスの高級スーパーマーケットで買ったものです。で、これがフィレミニョン、豚肉のなんかソースでマリネードされてるもので、これがサーモンで、これがステーキで、これがキャビオというフィッシュ、多分タラの、タラ科の魚だと思います。で、これがジュリエンという魚で、これがロカマドーというチーズで、これもチーズで、フランボワーズで、ヨーグルトで、バレンチーノのトウモロコシのおせんべい。味はついてないものです。で、アーモンド。で、これはチョコレートのパテ。パンに塗って食べたりします。で、これはごまのペースト状になったタヒーニというものです。で、これが食パン。これがバーガーブレッド。
で、これがチョコレートの入った菓子パン。で、これがエビのお菓子です。で、これがモッツァレラチーズで、で、このワインはプロモーションで2本で7ユーロでした。で、全部で約79ユーロでした。レモンと蜂蜜とハーブであらかじめマリネードされている豚肉のフィレミニョンと、あとはパプリカを炒めてランチに食べます。今日のランチはこんな感じです。ウィコン。ワレンチーノと一緒に日本のいとこにバースデーカードを書きました。ウィくん。ウィくん。バイバーイ。はい、いいよ。ありがとう。